どうも、ご無沙汰しております、ガラゾーでございます。本日はですね、パチパチライター部、20回目ですかね、ということで、こちらの K パワーズ大阪、本店さんに、お邪魔して、ちょっと実践をさせていただきたいんですが、まあ、ちょっと後ろにもある通りね、今日はあれなんですよ、アステカの初日なんですよ。なのでできればアステカ打ちたいんですけど、この後抽選なんです。あと10分後ぐらいで、お昼オープンなんで、今何時だ、ちょっとうまくめくれないけど12時23分ぐらいです。で、半から抽選して、アステカが20代以上、入るということで、抽選を待ってる方がね、いるんですごいこっぱずかしいんですけども、まあ、とりあえずアステカ、何の勉強もしてませんが、座れればアステカ、できれば勝ってね、楽しみたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。取れればね、バジっていうね、あれが結構多かったんで、これですか、優しく、あ、微妙、厚めが綺麗ですね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで36番、多分どうだろうね、ギリ A ステカーはいけるんじゃないかなと。バジ何台かな、結構バジ取れるでしょうとか、ちょっとこの周りで話してた人もいるんで、とりあえずバジ狙い、固くバジ狙いっていう人がたくさんいればいいなと思います。今勉強してるから、 PV で勉強してるから、これ見るとほら、多分すっげえ出ると思う、出る気になるから。指し示す、未来を指し示すって出たよ。指し示すが指ししってカタカナになってたけど、俺が考えた言葉だからね、使われてました。さあ行こうぜベイベー。あ、かわいいな、すっげえかわいい。あの携帯の下8桁を、携帯の下8桁を教えてほしかったな。どこ、本当に、うわー、ややこしい。え、なに、あった、走るな、走るんじゃないよ。うーうう、36、これでいっか。あー、取れた、あー、取れました。もう、まあ初日ですから、大選びもクソもないです。私ガルゾーの、アステカ初打ちはケーパーズ大阪本店の1036番、よろしくお願いします。はい、じゃあそんなわけでね、ちょっと、ね、想像以上にリールがちっちゃいけども、ちっちゃいけどもって、何人だ俺は。アステカついに来ました、我が青春のアステカ、最新バージョン、いきます。あー、やべえ、何これ、フリーズ、あ、フリーズじゃないわ、リール回ってた。チャンス、何がこれね、だから DDT がね、白と青と両方あるんだけど、やっぱね、アステカ打ちとしては白で行きたいんだよね。一般的にはどうなんだろうね、多分アステカファン、初代とか知ってる人は白行くと思うんだけど、割と最近の世代の人はね、やっぱチリっていうか、あの見た目的に分かりやすそうな青攻めていくんだとは思うんだけど、こっちよね。
まあダメでしょうねこれは。いやこちょっと待って、これダメだったら俺結構イラっとくるよ。ちょっと写真撮っておきますけど、まあオンエアとかねの時期にはと、それどころか雑誌にももうこういうのダメですって載ってるかもしれないけど、俺は初めて出たんで、これダメだったらアステカじゃないでしょう。でも演出なんもなかったよね。おい、あーそう、これちょっとおばあちゃんに相談しよう。これでいいのか、あかんでしょ今のは。すごい、じゃあこれか。チャンスのかだよね。いい流れと思いたいですけど、3匹3羽青い字、怪しいスター、青いね。あ、びっくりした。怒ったの、怒ったの、すいません、なんかすいません。あー、すごい怒ってる、多分怒ってる、怒ってる、怒ってる。風が、風、あ、伝わんないんだよね、風が。巨乳バトル、違います、巨乳バトルです。巨乳バトル、ソルテオ当選、ソルテオ、ね、誰だよ。勝利期待度 20%、 無理です。感じの流れ、30%、サボ、あれこれでも何もねえのか。あ、赤いよ。うわ、なんか良さげ。サボテンかい。このサボテンをどういう扱いしてくれるんだよ。これあれですよね、当たんなかったらミラクルいくですよね。はい、ありがとうございます。何かが起こります。ソルテオ撃破100ゲームウィン。おお、来た。プロジェクションマッピングさ、来たべ。おい、テカラッシュ、テカラッシュ入りました。これサボテンの代わりかになるんだよね。さっき狙わなかったから俺上、はい、上がり。あれ、下からの匂いが強くなって、あ、帽子取れちゃうから。
ーナス。青なの？これ赤ダメなの？青。あら、現代風です。はい、アステカボーナスは何をするのかな、パッスル雑誌のライターが調査士だけを頼りに今まさに何をすべきか。アステカボーナスはカットインで白7揃いのチャンス。はい、覚えた。BGM オールオア。これは目押しをした方がいいのか、しなくていいのかもわからない。なんかなるか。命令です。運命のね、初狙い。だからこれで指し師になればそこでもう揃い確定ってことになるわけだよね。あー、なんだっけ、完全告知になるやつ、なんだっけ、どこで長押しするんだっけ。なんか長押ししたら狙いのやつが完全告知になるとかなかったかな。で、外れはなし、外れはなし、外れなし。あー、懐かしい。これ分かるからね。ほら、分かってるんですよ。っていうか昔と同じパターンだから、いくつかはあの俺の中にあるから。ただね、あの当たっても嬉しくない方が当たる。こっちに来い。プラス10。おい、これ何？知らないけど、サボテン。何？ああ、チャレンジタイム。あららららららら、チャレンジタイムね。はい、あ、あ、すいません。はい、チャレンジタイムは何だ。ガチのやつか。チャレンジタイム8ゲームプラスアルファの上乗せ特化ゾーン、デカチリ揃いは出会い役成立でゲーム進行。上のせい、上のせいだって、上のせい。え、これ押しようか。リーチのチャンス発生。いや、もうきついでしょ。こっから何出せばいい？これか。あー、ダメだね。リプレイなの？いやー、きつくねえこれ。チャンス なさすぎだね、これ。揃った、イエーイ。でもこれで10って寂しいよね、なんかね。リーチ目チャンス。ここで来
すいんだよね、白蹴ってるからね。本当はアチシ、青ナナチ、白の方がいいんだけど。どういうこと？抜くんじゃないだろ。もう一個の青だったらね、あの味覚なんだよ。チャレンジターン、忙しい。なんかわかんないけど、いいや。お、上に止まった。これ初代だと出せなかった形、まあ変速だったら出せたけど、左ファーストでは初代では出せなかった。10なんだ。それで10なんだ。まあでも60だもんな、言うてもな。いやでもね、なんかここすごい不思議な感じなんだよな。アステカ感、アステカじゃない感、まあ、アステカなんだけど、ちょっとこうやっぱね、初代が液晶ないっていう印象があるから、どうしても。うわすごい距離感がもうなさそうですな。1目を狙えとか、おいおいおい、岩尾、どういうこと？はい、ありがとうございます。よかった、サシシ来ました、サシシ。今のはちょっと楽しかったです。今のはちょっと楽しかったです。
字が赤いっていうのがちょっと変なことありましたね。ラッシュっていうのは俺が言ってるだけ、アステカラッシュ。ハズレだね、エアルピックのハズレ。どれぐらいで出れば、まあ設定判別どうにかなっておられるのかと思いますが、すっごい風が超かっこいいじゃん、これこれすっげえかっこいい。あ、これ狙えばいいんだ。あらば、かっこいいね。いや、だからこれリ、あ、リン、あ、これだよ、リボーナスでしょ。おい、で、あ、ちょっと待てよ、例の問題があるかな。で、こうなのどうなの、話、こうなの、 これからまで行く必要あるか分かんねえ、これ完全告知なのかチャンス予告のあっちいやつなのか。あー、来た来た、ありがとうございます。ただ完全告知分かんねえ、あれじゃ分かんないよ、普通より違う映像にしてくんないと。まあでも一応分かったでいいです。まあだからこういうのをなんか本で見ちゃう、見てから打つのは俺は嫌いなんですよね。知りません。
はい。で、ルーレット。長いやつだ。はい。あ、今アステカボーナス、あのユリネモノでアステカボーナス中白ならワンカク出現って出たから、やっぱそうだね、そうだねっていうか、ちゃんとそういうのになってるんだね、ゲーム戦の一環に。え？サボテンも挟まない。ないんだ。だからこの場合何を狙っていけばいいのかな。デカチリ、
あもうすげえつまんない、ああちょっとすげえつまんないことに気づいちゃいました。こういうの言わないでいいんだよ、わ全部5だとか、だってハマってんだもん本当に。さらば、あパンツ見るの忘れたじゃんか。プロジェクションマッピングでなんとかしろや。クレジット22、飲まれるんじゃねえぞ、飲まれないで、あ自信ねえ、もうやっちゃえやっちゃえやっちゃえもうやっちゃえもう、指示無視してやっちゃえもう、あ出た、よかった、何このギリギリの攻防お花火出た、お花火がいいね、花火出しといて北へとかこの二つ星のままとかここで5つとかだと分かってるよってなるから、ここはいいと思います。さて、よしちょっと待てよおい、花火柄で当たり上がってるけど二つ星とかっていうとこがいいよねって、まさか星の方優先だったの、あれ花火柄関係なかったの、何内部状態、いやいやいやそんなんダメだよね。そうすか、それはようござんしたね、イカルガっていう美味しいラーメンあるけどね、あボーナス確定、だからそんなことやれても、そんなことやれても揃わして、あーあーよかった、残り4枚だからもうわかりません。ブブブブブ。まあまあまあ、ここまで来るのはね、来るとしてですよ。ここだな。はい、もう今日最後。最後の遊び。あけーなおい、ミッションか、これはミッションだろう、あやっと白行くか行くか
なんかやばい、ユニメモみたいなのが出ちゃった。トップへ戻る、トップ、あ、はい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 、あ、完全告知モード選択ってなったよ。チャラぐらい行くんじゃないこれ。あー、いや、行かないか。あ、行くよ、行くよ、行くよ、やばい、勝てる、勝てる、勝てる、圧勝、そして完全告知。終わっちゃったよ、無事に終わっちゃったよ。はい、いいです。もう俺ちょっと時間がないんでね、とりあえず浮いた、浮いたね、はい、実戦終了でございます。ありがとうございました。ドン、はい、お疲れ様でした。実戦の終わりまして、まあ言うほどのあれではないんですけども、投資インマイ数250枚、アウト回収289枚プラス39枚、拍手をしていいのかどうかは分かりませんが、まあ飲まれてやめだなというところからちょっと当たって、まあもうちょっと半端っていうところからちょっとわちゃわちゃなって、白の穴でね、逆転と。でその後、今っていうかね、もうやめたばっかりなんですけど、まあここからまたちょっと具合のいいところにね、行く流れではあるんですが、もうちょっと時間がないです。もう原稿があって、バンドのリハーサル今から東京帰ってやらなきゃいけなくて、あと下痢、もうこれはもう決めてですということもあったんで、まあとりあえず浮いたんでね、まあまあいいかなと。ただちょっとね、まあ展開とか結果とかの前に、花火柄ですよ、ちょっと全米が泣いたと、噂には聞いておりますけども、まあいい意味でも悪い意味でもなんか普通の台というかね、まあ、ちょっとガツンと伸びるとすれば、まあフリーズないし、いろいろ特化ゾーンないしね、行かなきゃいけないのかなというところと、あとね、ちょっとアステカという意味では、まあ青が上段に揃ってそこから中段に揃えるとか一応ありますし、リーチ目狙い系もあるんだけど、ちょっと出目がね、通常時とかその辺をね生かしてほしかったなと。ちょっとね、出目に寄せた方がアステカであればそうするべきだったんじゃないかなとは、思いますが、まあまあいいところも悪いところもドカンはなかったけども、見せられたので、まあまあなんとか、 あとはこれ僕見るところにはほら完全告示にするタイミングとかね、多分ずっと違うやり方をしてたのか、最後の白だけなったりしたんで、ちょっとだいぶアホな感じで映ってるかもしれませんが、初打ちということで、お許しくださいませ。また何かで皆様に お会いできる機会を楽しみにしております。以上、カルゾーでございました。帰ります。